塚本特進2月4日隊は、日本の空手テ屋。長崎県出身。新曲新海世田谷、杉並支部支部長。第6回、第10回世界大会王者。得意技は、マフハゲリ。長崎県諫早市出身。内向的な性格を、心配した父親の勧めで、8歳の時に空手を、始める。高校卒業後に上京し、 極神会関東京城南川崎支部にて、広重武氏に支持する。その後、分裂騒動で一時、松井派に席を置くが、大戦派が主催する、第6回全世界空手道選手権大会に、出場し、同大会で優勝したことで、広重の下を離れ、入り木さ久の道場に移籍する。第6回全世界空手道選手権大会で優勝。その後、 33連勝の記録を成し遂げた。それまで主流であった下段回し蹴り中心の組手からギャリー・オーニールと一緒に練習した時にギャリー・ステップをヒントにして得,得した軽快なフットワークとマッハ蹴りと称される変速回し蹴り膝蹴りかかと落とし、胴回し回転蹴りなど派手な大技を主体とした組手で一本勝ちを積み重ねたことから革命児と呼ばれた。 2000年12月の第32回全日本から手動選手権大会で一度は決勝で鈴木国広を判定で下すもドーピング検査で大麻の陽性反応が発覚し優勝は取り消され一時出場停止処分を受けた塚本理論という独特な大術理論を持つ K1 等の工業的なものには興味がないただただ強くなりたいのですと雑誌のインタビューで答えたことがある 2010年の第42回全日本空手道選手権大会では、同大会5度目の優勝を果たし、2011年の第10回全世界空手道選手権大会では、準決勝でロシア代表のローマンネステレンコに、同回し回転ゲリで一本勝ちするなどし、同大会2度目の優勝を果たした。現在は、支部長として、世田谷、杉並、八王子を中心に、 更新の指導にあたる傍ら、新曲新会議時、日本代表選手団コーチとしても活動している。空手革命 ISBN978 から47億7705万3339。ありがとうございます。